ボカーボカー。どこぞの火山が爆発してヨーロッパは大変そうですが、火山灰なんかの本当に毎日降ってる地域に住んでます。最近よく外国からの船が着くんで、自分が働いている店にはいろんな国の人が来る。今日も船が着いてたらしく、昼頃になると繁華街には中国人を中心に外国人があふれてた。あんまり外人に免疫ない自分はちょっと緊張していた。そしたら中年くらいの小綺麗なご夫婦とカウンターにいた自分、目があった。Do you speak English? 来た。日本人だと思ってたら中国の方だった。リトル。よっしゃ来い。英語ならちょっとはわかる。って気合い入れたのに。ボカー。ボカー。はぁ？ボカーなんて商品ねえよ。どうしよう、全然わかんない。先輩呼んできても店長呼んできても3人ともわかんない。ここでこの末読んだ中国なら漢字でなんとか会話できるっていうのを思い出した。でペンと紙渡したら「火山ボルケーノ」と「ああボルケーノね」どうやってあそこに行けばいいのかと聞いてきたから、紙に「車から船」と「桜島」って書いた。タクシーの運転手に紙見せたらいいよって言って「ありがとう」って言って去っていった。午後になって私が休憩中にどうやらわざわざお礼に来てくれていたらしい。見てきたよ、すっごい楽しかった、ありがとうって言ってくれたらしい。船すぐ出港しちゃうからもっと他回った方がいいだろうに嬉しかった。中国人は英語で話してくれるから分かりやすい。ただ発音が聞き取りにくいことがあるから、やっぱり漢字は強いですね。勉強になりました。